ファジェーエフ、1952年、ベルリン・ファジェーエフを描いた、ソ連の郵便切手、1971年、アレクサンドル・アレクサンドロビッチ・ファジェーエフは、ソビエト政権時代のロシアの作家である。社会主義リアリズムの立場に立って創作した。ロシア極東に育ち、ウラジオストク商業学校に学ぶ。ロシア革命の後の内戦の時期に赤軍に参加し、パルチザンとして戦った。 その経験を生かして、1923年に反乱、流れにこうしてを書き、作家としてのキャリアを始めた。その後、1927年に発表された壊滅が評判を呼び、ファジェーフも新しい革命文学の書き手として注目された。ファジェーフはソ連共産党の文学部門の中心的な存在で1939年には、 党の中央委員となり、マクシム・ゴーリキー主語のソ連分断の有力者となった。戦後にはソ連作家同盟の初期長を務め、社会主義リアリズムの方向を推進した。この時期にはドイツ占領下の抵抗組織を描いた若き新英体を発表し、1946年にはスターリン賞を受賞した。にもかかわらずこの作品は1947年にプラウダによって、 抵抗組織に対する党の関わりの描き方が不十分だと批判を受けた。ファジェーフはそのため過去の作品を改作して1951年に改めて世に問うた。1956年ニキータ・フルシチョフによるスターリン批判はファジェーフに衝撃を与え、ファジェーフは5月13日に自殺した。ありがとうございます。